神宮寺雄太、平野耀と合流アンタッキーと共闘を話し、浮上の裏で悪感影響力。国民的彼氏オーディションにもツッ込みの声。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。5月22日をもってキー・エヌ・ジー・アンドブンスから脱退し、 ジャニーズ事務所を退所した平野紫耀26と神宮寺ゆ太25が滝沢秀明氏41が3月に設立した株式会社戸辺に合流することになると6月18日配信の週刊女性プライムが報じた。現在戸辺では新人発掘オーディションを開催中だ。記事によると神宮寺と平野の合流は 金プリ脱退や退場前から決まっていたわけではなく、5月から6月にかけて、二人の家族も含めた打ち合わせが何度も行われ、6月上旬に話がまとまり、エージェント契約を結ぶことになったという。とべに所属するわけではなく、平野が個人事務所を立ち上げ、神宮寺はそこに入るという形になると、週刊女性プライムは報じている。 このニュースに金プリファンからは、平野紫耀と神宮寺ゆうた一生一緒にいて、くれ正式発表まではおとなしく待つと決めたせい。 だけどタッキーとの合流人くんと一緒にいてくれてることが本当に本当に望んでたことすぎて嬉しすぎて朝から相当テンションが高い所存ですもし噂が本当だとして私が嬉しいのはタッキーの事務所だからとかじゃなくてまた応援できるところなわけで事務所なんてどこでもいいといった声が上がっている。近く国民的彼氏オーディション開催が物議 そんな中、神宮寺をめぐっては、ファンが疑問を呈する事態も巻き起こっている。それは、人気ファッション誌、JJ 公文社による、国民的彼氏と国民的彼女を決める、第1回 JJ モデルオーディションが行われること。グランプリに輝くと、JJ の全面協力のもと、写真集発売、JJ ネット、連載企画。 テレビ出演、ラジオ出演、イベント出演など1年間にわたって活動するという。6月16日には男子部門、A-BOY のアンバサダーに6人組ボーイズグループウォートイングへの八村凛太郎23、女性部門、A ジラルのアンバサダーに3人組ガールズグループイズクリームへのルイ19が就任することも発表された。 このオーディションに一部の k n g ド p スのファン、ティアラたちが疑問を呈する声を上げています。国民的彼氏といえば神宮寺さん以外は考えられませんからね、ね女性誌ライター。近く、国民的彼氏は神宮寺ゆうタでしかない、の声、神宮寺はジャニーズ JR。 時代からその紳士的な言葉遣いや立ち居振る舞いから国民的彼氏のキャッチフレーズで親しまれてきた存在だ。会員制サイト上秘ナイスウェブのブログのタイトルもどうも国民的彼氏神宮寺優太です。だった。そのため国民的彼氏と国民的彼女を決めるオーディションの開催に対して 国民的彼氏は神宮寺由太たでしかないその座は譲らない国民的彼氏は神宮寺由太た国民的彼氏国民的彼氏の称号はファンが神宮寺由太たにつけたもの。だから神外に国民的彼氏なんかいらないの。募集ってことは自分で国彼って思ってる人が応募するってことでしょその時点で国民的彼氏じゃないわ。M、国民的彼氏を募集 国民的って自ら決めれるものじゃなくない疑問符かの国民的彼氏ですらファンがつけてくれたから名乗れるっていうエピ好きの国民的彼氏具合を誰が超えられるってんだあ。など疑問を呈する声が多数寄せられている。陣十字さんは国民的彼氏を自称したわけではなく自然とファンからそのように呼ばれて定着していったんです。 ティアラにしてみれば、オーディションで候補者を募って、国民的彼氏を決めるなんて少子千万といったところのようです。これ、誰が選ばれてもお前じゃねえよってそうティアラに内心思われてしまうんだろうなと思うと、といった声も上がっているほどですよ。前での女性誌ライター。国民的彼氏オーディションでグランプリに選ばれても神宮寺には敵はない 四角、なんと凛々しい神くん。神宮寺雄太、祭り前に押す竹火をあげる勇ましすぎる横顔。とべ、には平野や神宮寺のみならず、元 V6 の三宅県、43、イムパクト ORS、8月末でジャニーズ事務所を退所する敬愛2の北山博光、37、だが合流するという報道もある。あ